はい、こんにちは。純米酒専門屋の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、何度かご紹介もさせていただいておりますけども、山口県萩市の隣阿武郡阿武の鶴のご紹介をねさせていただきたいと思います。まあ、こちらのラベル皆さんも、何回かねご覧になったことあるかなと思うんですけども、今回はですね西都の雫という、山口県の酒造公的米を使った純米大吟醸酒になります。まあ、見た目は同じでもですね結構裏ラベル見るとね、結構いろんなタイプが出てますので阿武の鶴の場合はね裏ラベルを確認してください。で、まあ、限定で作られた純米大吟醸なんですけども、まあ、西都の雫というお米なんですけども、まあ、山口県のもともとあったですね、酒造公的米がありまして、まあ、それを親にしてですねこちらのお米を20年前に、試験醸造をして、まあ、そして、まあ、品種登録されたというのがね西都の雫というお米になります。で、まあ、今回はその西都の雫を 40% まで精米した、純米大吟醸ということで、ちょっと試飲をね、いたしたいと思います。はい、まあ、このラベルなんですけども結構レトロなねイメージかと思いますが、まあ、これはですね阿武の鶴酒造30年ぐらい急増してたんですね。休眠してたということで、その休眠する前の銘柄のラベルをですね、まあ、そのまま復刻しているということで、まあ、こういったねラベルなんですけど、まあ、非常にかっこいいですね。むしろね今かなりこうデザイナーさんが入ってねいろんなきらびやかな、ね、キャッチーなラベルが目立つんですけども、まあ、逆にこれもね非常にこう味があって楽しいラベルです。ではいただきたいと思います。うん、はい、まあ、穏やかなこう吟醸香ですね。まあ、どちらかというとこう若いこうちょっとバナナ系のね酢酸イソアミル系の香りがほのかに香るということで非常にこう上品な香りが立ってます。うん、これはもうぜひねワイングラスでお飲みいただけるとねいいのかなと思います。まあ平ハイとかおちょこというよりはちょっとこうね膨らんだグラスでねお楽しみいただければと思います。うん、まあ、純米大吟醸らしい非常にこう品のある、飲み心地ですね。口当たりにねちょっとこう柔らかい甘みがありつつも、あと口こう爽やかなねこう酸でこう切れていくようなすっきりしたお酒です。まあ、前半甘く後半すっきり爽やかということでですね、まあ、非常にこう親しみやすい味なのかなと思います。まあ、純米大吟醸らしいですね、まあ、上品さ漂う、ね、お酒ということで、まあ、ぜひ乾杯酒とか、そうですね、まあ、1杯目2杯目あたりでお楽しみいただくのが、まあ、この西都の雫を使った純米大吟醸おすすめなんじゃないかと思います。これは木箱入りの、販売もされてますので、まあ、ちょっとこうねプレゼントとか贈り物でもね非常にこう重宝できるんじゃないかと思いますので、まあ、ぜひこちらのね阿武の鶴のちょっとラベルだけではなくてちゃんと裏を見てですね、はい、今回はここにね、西都の雫を使った純米大吟醸ですよというふうに書いてありますので、まあ、この裏面を確認してですね、ぜひこちらの阿武の鶴はご購入いただければと思います。はい、というわけで本日はですね山口県萩市の隣の阿武郡からの阿武の鶴純米大吟醸をご紹介させていただきました。では本日もご視聴どうもありがとうございました。